みにだが、持っている刀を狙われた時や腕を掴まれた時の対処法となる体術を披露しています。受け取るのは飛田正明三段です。門田一本の二段は担当を持った相手に突き、正面打ちなどで攻撃された際の浮き取りを披露しています。受け取るのは本田光一四段です。中原初段は背後から押されたり引かれたりした場合の対処法となる体術を披露しています。受けを取るのは鈴木雄一郎二段。